ある女性が体験した話で、まあ、彼女が小学生の時の話なんですけど、彼女その時仲のいい友人のグループで4人組だったんですね、うん、で、まあ、全員女の子で、でいつも一緒に帰ったりしてたんですけど、その子がある日掃除当番になっちゃって、でその子とグループのうちのもう一人が掃除当番になっちゃって、でもう二人にですね、今日先帰ってていいよって言ったら、あ、分かった、じゃあ後から追いついてって言ったんですよ。あ、じゃあ分かった、もうすぐ掃除二人で終わらすからって言って、その彼女と友人の一人ですぐに掃除を終わらして、で向かったんですけど、なかなか追いつかないんですね。なんでこれちょっと普段使わない近道使おうかっていうことになったんです。なんで普段使わないかっていうと、お墓の横にある道だったんですよ。だからそれが小学生の女の子にしてはすごく気持ちが悪かったんですね。で、まあ、その日っていうのが朝雨が降ってたんですよ。なんで傘を差して学校に行ったんですけど、帰りの時には止んでたんで、傘は差さずにこう手に持って帰ってたんですね。で小学生って傘持ってたら振り回すじゃないですか、うん、なんでその時も怖さを紛らわすために、彼女と友人は傘をぶんぶん振り回して、そのお墓の横の道を歩いてたんです。その時なんですけど、傘がゴンって何かに当たったんです。見るとお地蔵さんだったんですよ。そのお地蔵さんがもともと下が緩かったのか、そのたった小学生の女の子の力で当たったぐらいの力でもゴンって倒れちゃったんですよね。で直そうとも思ったんですけど、この大きい石像を自分の力で直すのは多分無理だろうし、まあ、友人と一緒にやるのもなんかこう気味が悪いんで、もう知らないふりして帰っちゃおうと思って、で彼女友人と一緒に走り抜けてたんですね。でそのごめんなさい、でその道を抜けると、まあ、先に帰った友人二人がいたんで、ああよかった追いついたって言って4人で帰ることになったんです。で、まあ、しばらく歩ってるとだんだん自分の家の近くになってきたんで、じゃあ今日帰るね、またねって言って、その子は家に入ってったんですね。でその彼女っていうのがいつも家に帰ると、まあ、直行で自分の部屋に向かって机に座って、椅子に座って机に向かって、でその日先生に出された宿題をその場ですぐに終わらしちゃうってことで、まあ、その一日やることを全部終えて、あとはゆっくりしようねっていうことだったんですけど、その日も帰ってきてすぐに部屋に向かって、で机に向かって、で、まあ、宿題を取り出してこうやってるんですけど、なんか後ろがすごい気になるんですよ。なんかなんていうんですかね、気配みたいなものがすごいあるんですって。でそれに伴ってギーギーっていう音まで聞こえてきたんです。これなんだろうな、何がいるんだろうなと思って、まあ、はっきり後ろパッとはちょっと見れないかったんですね、怖くて。自分の後ろに、まあ、なんかいたら怖いじゃないですか。なんでこうなってる状態で、なんですかね、下脇を見るような感じで少しだけ見ようと思った。そしたら人の足が視界に入ったんだそうです。ただおかしいのがその足浮いてるんですよ。うわっと思ってすぐに前に向き直って、もうどうしようどうしよう、怖いけど、まあもう見る方が怖いし、このままもう宿題終わらしちゃおうと思ったら、そこでふっと気を失ってしまったんですね。目が覚めた時には目の前におばあちゃんが座ってて、あんた大丈夫かと、あんた今日何連れて帰って帰ってきたんだって。その言葉を一瞬聞いてんと思ったんですけど、その子のおばあちゃんっていうのがいわゆる霊感のある人だったらしくて、何を連れて帰ってきたんだって言われたってことはそういうことなんだろうなと思って、でこう頭を回転させて思い出してみると、あ、今日お地蔵さん倒しちゃったって。そしたらおばあちゃんがもう今すぐ謝りに行くから、一緒に行ってあげるから謝りに行くぞって言って、お墓の横にある道のお地蔵さんの元に行って、おばあちゃんと一緒に立て直してこうお参りしてごめんなさいっていうことを言ってお家に帰ったそうです。それ以外は特にそういう怖いことってのは起こってないんですけど、その子気になっておばあちゃんに何を見たのか聞いたんですよ。なんでおばあちゃん私が何かあったって分かったの。するとおばあちゃんが私が家に帰ってきて、でお前のことを宿題ちゃんとやってるかなと思って見に行こうと思って、で部屋開けたら部屋の中に首吊ってる女がいたんだ。キリキリとかギーギーっていう音って多分首吊ってる音なんでしょう。そんなお話を聞かせていただきました。うーん、
ちゃ良かったじゃん、うん、そう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 、お地蔵さんといえばみたいな、そうそうそう階段術、そう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 、お地蔵さんといえばそうですよね、ちょっとお地蔵さんの話になるみたいな、あ、そうそうそう、そういえばお地蔵さんといえば、うん、私YouTube をウラロジチャンネルっていうのやってるんですけれども、へー、うん、ウラロジチャンネルっていうの3人で神社に行こうっていう企画がありまして、うん、神社に行ったんですよ、うん、そしたらですね、あの神社のとこでなんか神社の本堂とは別のとこでもう一回なんか違う道があると、うん、その道にじゃあ行ってこいって言われたんですよ、私、うん、行ってったんですよ、ひどいね、ひどいですよ、なんかひどい人たちからね、うん、私ね行かせてまして、うん、で私こう行って、うん、でこう曲がり角になってたんですよ、うん、曲がり角をこう、あ、ま、やだなって思いながら、もう怖いなって思いながら曲がり角曲がった瞬間に、うん、真っ赤なお地蔵さんが、お地蔵さんが、お地蔵さんがもう100体ぐらいドドドドドドって並んでんですよ、うんうんうん、びっくりして、うん、帰って、うん、早友さんの目の前でガン泣きしました。100と100体と言えばな、あ、そうそうそう、100体と言えばね、うん、まあまあ今のあれはね、100体って言ったけども10体ぐらいだったけどね、ほんと10体ぐらい10体ぐらい、ほんとに100体って言って戻ってきて、そうそうそう、俺じゃあ3人で見に行ったけど、うん、結局10体ぐらいだったけどね、うん、しかも真っ赤ではなかったですよ、ね、全然真っ赤ではない、ただまあいわゆるちゃんちゃん、なんていうの、ちゃんちゃん前掛け、赤い前掛けをしてたって言ったけど、いやでもこれ難しい、ただこれ、アミちゃんが見た時は100体いたかもしれないです、こういう階段かもしれないですよね、確かに、実際10体しかないのに、アミちゃんが見たら100体並んでた、いやいや、でもアミちゃんはこうやって帰ってきて、ほら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 って、もう同じことを俺たちも3人の前にもほらほらほら、100体100体100体って、10体10体、数えたら10体10体、うん、いやマジであの時は本当に怖かったんですよ、うん、うわっ、で号泣してたもんね、目の前、あの時が多分一番号泣したかもしれないですね、うん、あれか、あのトンネルだよね、トンネルだよね、その後めちゃくちゃ飯食ってたもん、ね、うん、で、お母さんに電話しましたもんね、わがだよめっちゃ飯食ってたじゃん、めっちゃラーメンとか食ってたじゃん食べましたね、元気でしたね、はい、ちょっとでもこういうことですよね、うん、階段つなぎって違う、違う、なんでそれ、私うまくできたみたいな感じで、うまくできてないからね、違うよ、うまくはできてないよ、本当ですか、できてない、階段数珠つなぎってこういうことなのかなんかね、そういうことだよね、怖い話の後に怖かった話しただけです多分この中で俺とアミちゃんはそれできないの、できないです、できない、もうびっくりした、あ、はい、まあそんなこんなで、そんなこんなで、せーの、このチャンネルが、ちょっとわかんないんで言ってくれてるから、じゃあ私が言いますね、はい、はい、このチャンネルが面白かったらチャンネル登録、高評価お願いします、お願いします、コメントもお待ちしてます、バイバーイこんな感じ、どうぞ。